1 <music> 一枚の自分史のスタートです、えー。パーソナリティは私、川出岩尾が務めます、えー。本日のお相手は、ウェブ戦略コンサルタントの小山茂樹さんです。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。えっと、小山さんは1979年、千葉県のご出身です、えー。大手経営コンサルティング会社を経て、えー、現在はウェブ戦略コンサルタントとしてご活躍中です。ということで、ウェブ戦略コンサルタントということなんですが、まあ、実際にどういうお仕事なのか、ちょっと教えてもらってもいいですかはい、はいえー、そうですね。あの、まあ、私の場合ですと、 あのまあ、大本は経営のコンサルタントをする中で、あのまあ、ウェブ戦略コンサルタントというお仕事もさせていただいておりまして、えーまあ、特にです、ね、今、この新型コロナが、えーまあ、広がっている中で,です、ね、まあ、非対面のビジネスをどうやって展開していくかというお話だったりとか、えーまあ、ネットをです、ね、やはりどうやって え使っていくと、えー、企業の経営がうまくいくかという、まあ、お話なんかすごく多かったりはしますので、まあ、そこに対して、えー、適切なご提案であったりとか、まあ、支援をさせていただくようなあ形の仕事になりますというところですかねウェブ戦略なので、まあ、言ってみたらホームページをーうまく使って売り上げを上げようとか。 会社の業績を改善し,やしようと。そういうコンサルタントということなんですかね。そうですね。あのー、今、河出さんのおっしゃられたあ通りですね。まあ、メインはウェブサイトになるケースが多かったりはしますけれども、まあ、今ですと、やはりあのソーシャルメディアですね。えー、ツイッター,、えー、フェイスブック、インスタグラム。まあ、場合によっては TikTok っていうものもあったりはしますし、うん、まあ、YouTube の映像、動画。 を使って、えー、どうやって、えー、ターゲットユーザーにリーチをしていくかとかですね、まあ、そういうのも含めて、えーと、トータルで、まあ、ホームページを、まあ、起点とするケースが多いけれども、ウェブ上のツールをですね、まあ、どうやって組み合わせていくと、まあ、会社の経営がより良くなっていくかというところが、まあ、ウェブ戦略というところになりますかね。なるほど、まあ、ホームページだけじゃなくて、今はもうね、SNS で、えーはい、いろんな発信力が、ね、問われる時代だし。 コロナの、そういう今のね、まさしくコロナの真っ最中ということで、えー、コロナの前とね、コロナの、おこの今のコロナと真っ最中でお、ウェブの需要っていうのはどうですか、変化ありましたかねそうですね、そこはもう確実に変、まあ、あの需要の変化はありまして、えー、結局、その特に初めて、えー、確かですけど2020年。 のまあ、3月、4月あたりで,です、ねまあ、コロナ、新型コロナが広がってきたとき、なんかそれこそ緊急事態宣言も出たりしまして、もう外に出れない状況というのが、まあ、起きている中で、ですね、まあ、そうすると、何かものを買うにしても、あのデパートとかで買うというよりか、あのデパートもそうですし、スーパーもそうですけれども、まあ、あのそういったところで買うよりはまあネットスーパーであったりとか。 やっぱネットショッピングで買うというのがメインになってきましたので、そうすると今までのリアルビジネスのところにお客さんが来ない、まあ、動線がやっぱり変わったというのがありますので、それでネットをもうこれは今まで使ってなかったところも、も、えー、必要なかったところも、やはりそこをどうやってやっていくかということで、まあ、ネットの需要というのはやっぱりすごく強く出てきているすもう会社を設立して何年ぐらいになるんですかね。 えっとですね。早いもので、えーえー、10年前後ぐらいに、いつまでにかなって言ってなかろうかとは思います。10年ぐらい。だらその前も、はい、まあ、経営コンサルティング会社をで、まあ、修行をして、独立して、えー、ウェブ戦略コンサルタントとして、えー、スタートしたわけなんですよね。そうですね。あのー、もともと、 上場している経営コンサルティング会社で働いてはおりましてですね、ただ、そういうと結構かっこよく見えますし、かっこいい仕事かなと思って入ったとっいうのもあったりはしますけれども、実際には中小企業専門のですね会社の経営コンサルティング、ご支援というのが多かったりしましたので、特にあの厳しくなった会社。 事業再生であったりとか、えーまあ、倒産した後の後処理とかですね、まあ、そういうものも多かったので、かなりその泥臭い仕事の連続であったというのもありますかね独立して自分で会社をやろうと思ったきっかけみたいなのはあるんですか。そうですね、あのー まず一つ大きいのは、その、まあ、経営のコンサル担当という仕事自体は、もう本当にやりがいもありますし、あのー、もう人生通して死ぬまでやろうとは考えてはいるんですけれども、まあ、その仕事において、えーまあ、いろんなサラリーマンの時にいろんな社長とですね、お話をするんですけれども、その自分が経営をしたことないのに、社長と経営の話をするというのがですね、あのー、ま、確かにもちろんそういう、 ポジションも大事だったりするかなと思うんですけれども、まあ、自分の中だと大変腑に落ちないことが多くてですね、その中で、あのー、経営のコンサルティング、経営のコンサルタントの仕事をまあ突き詰めていくという風になったはもは、もうこれ、自分がやはり経営をしていないと説得力もないかなということで、えー、独立したというのが、一番大きいその、独立した理由ですかね。うん、なるほど お客さんはどんなところが取引先っていうのはあるんですかねそう,そうですね、えー、これはもう本当にありがたいことに、まああのー、お客様、クライアント様からのご紹介とかも含めてですね、もう本当多種多様で、えー、ございまして、まあ、店舗型とかですと、まあ、飲食店、えー、美容室、あとはあの教室、塾とかですね、まあ、そういうエリアに。 基づくような事業というのも、まあ、あのケーキ屋さんであったりとかですね、えー、あと、車の販売であったりとか、まあ、本当に多種多様でございますし、あとは、えー、修行の先生方なんかも多かったりしますね。まあえー、税理士、えー、行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁護士の事務所様のお手伝いとか、あとはネットショッピングですね、ネットショップ、EC サイトの え注文数を増やしていくとかですね、もう本当にありとあらゆる事業のお手伝いをさせていただいております。そういう意味じゃ、まあ、業種、業界はあまり問わず、ほぼほぼどんな業界でもお任せくださいみたいな感じなんですかね。えっと、そうですね、あのー。それはおっしゃる通りではあるんですが、あでやはりまあ大前提としまして、えー、私であったり、私の会社がご支援に入ったときに、 あの、やはり、ま役に立たないとですね、それは、あの、意味がないというのはありますので、まあ、そこは、あの、事前にお仕事を当然、あの、お受けさせていただく前に、え、調査などをさせていただいて、まあ、私たち、私であったり、私の会社が入って、お役に立つかどうかというのをちゃんと踏まえた上で、うん、えー、まあ、場合によっては、うちの会社ではなくて、例えば、他の別のこういうサービスを使った方が、 あの売上げが伸びる可能性が多いんじゃないですかみたいなご提案も当然さしていただきま,すまあ何でもかんでも引き受けるっていうわけではなく、ちゃんとまあそれなりにこう話し合いをして、役に立てるかどうかをちゃんと検証した上で、えで、コンサルティングに入るっていうことなんでしょうね。うん、はい、まさにおっしゃるとおりですね。あの結果的に本当にあ,のありがたいことに5年から10年とかですね、ご契約いただくお客様も、クライアントさんもかなりの数。 いらっしゃったりしますので、あのどちらかというと、だから、長い付き合いにもなる前提の中で、えー、私であったり、私たちの会社がまあ一番役に立てるようなところで、ご調査していただくというのを一応、考えておりますねなるほど、まあ、そんな小山さんなんですが、まあ、最近なんか本を出版したと。 まあ、一言で言うように言ってますけれど、私もちょっとお手伝いをしているわけなんですが、えこちらの、この本ですね。そうですね。はい、こちらにもございます。この、マイウェブストラテジー、経営とウェブ戦略と、GDF4 というのあま。そうですね。 ちょっとこれだけ、このタイトルだけだとピンとこないと思うんですけど、まあ、どんな本なのか、ちょっと簡単に説明してもらっていいですか。あのまあそうですね、うん、一言で言いますと、えーまあ、経営を成功させるための、まあ、ウェブ戦略をですね、えー、しっかり実現するために、まあ、GDF というですね、まあ、3つの、えー、キーワードを使って、うん、まあシンプルに、えーうん、考える方法というところが。うん あの示されている本というところですかね。ねえー、GDF というのは何の略なんですかねえっとですね、これはあの弊社の社名でもありますですね。まあ、ゴールデザインフォースうーというところの、えー、と逆称で GDF4、うん、というふうに記載しています、ね。ゴールデザインフォースですね。ねこれ、会社名でもあるわけですよね。そうですね。はい、でなおかつ、小山さんの、まあ、経営ノウハウというか、コンサルティングノウハウがこの GDF。この三つのキーワードを使ってコンサルティングしてるわということなんですよね。そうですね。おっしゃる通りです、うん。そのノウハウがこの本の中に入ってると。はい。入ってくる。そうですけどね。<laughs> うん。だから、つまり、えー、例えばそのウェブ戦略でうまくいってないな、うちの会社って思ってる人は、この本を 参考にしてくれれば、何か解決の糸口が見つかる、見つかるそうですね、はい、あのー、もうじ、やはり、あの、基準の空論ではない、あのうん、本当にリアルな情報だけを入れてはおりますので、まあ、そういう意味だとですね、あのーまあ、即戦力になるような情報が集まっているというふうに考えていただいて良いかなと思います。 ね、もう、目次からもう、第1章からね、なぜ中小企業のウェブプロジェクトは失敗するのかっていうね、うん、まあ、この問題提起から、うねうん、まあ、入っていって、えー、実際にウェブ戦略を成功させるための、まあ、3つのアプローチとして、この GDF4 というものが紹介されているということですよね。うん、ねはい、そうですね。なんか宣伝していいですよ。そうです どうやったら手に入るのこの本はですね、アマゾンから注文できますので、ですねマイ・ウェブ・ストラテジー、小山茂樹というふうに検索していただければ、アマゾンから注文可能でございます。タイトルはこれは、私のウェブ戦略っていう日本語にすると、日本語にすると、私のウェブ戦略。 という、うん、マイウェブストラテジーっていうかっこいいけど、まあそういうことですよね。<laughs> そうですね。はい。アマゾンで <laughs> まあ手に入るっていうこと。まあ概要欄にね、リンクを書ておきますので、はい、よかったらっていうことですよね。まあでもね、はい、非常にシンプルなこの想定というかね。うん。うんえーまあ、それで、まあちょっと、あの、岡山さん、話が固いので、うん。まあ 真面目な性格がそのまま出てる。この本にもね、あのその真面目な性格がそのまま出てるので、もうちょっとね、小山さんのことが、あの、まあ、うんえー、知りたいなっていう要素として、まあ、巻末にね、えー、僕と小山さんの、まあ、ちょっとした対談みたいなものも収録してあるので、 えーまあ、単,単なるこうビジネス書というだけではなくて、うん、やっぱりその人間、小山刺激がどういう、まあ、道を歩んできたのか、それこそ老いたちとかね、子どものころのうん、まあ、少年時代の挫折とかね、えーまあ、そういうことからいろいろとお話を伺って、えーまあ、収録され、まあ、自分史としてあの収録されてる、はいうん、ぜひねあの、手に取っていただきたいなというふうに思うわけなんですが。 大変でしたね、この本の編集もね、えー、いろいろとあ、えー、大変でしたよ。<laughs> そうですね。あのー、それは、カーデさんに、もうカーデさんがいなければ確実にこの本はなかったかなというですね。うん、これだけいるだけの本でございます、えーうんまあ。あとね、編集ではね、菱田さんっていうね、編集者の方にも中に入っていただいて。そうですね、はい、もうすごいあの、えー、大変。 お世,お世話になりましたね、本当にね、はい。お世話になりっぱなしでございました。うん、本当に。そしたらですね、とすえー、ここで、はいえっと、思い出のね、一枚の写真、一枚の自分史コーナーというのがありますので、はいえー、小山さんの思い出の写真をちょっと見せて、えー、いただこうかと思います。はい、ちょっと切り替えますね。はい はい、見えております。<laughs> これ、これ誰ですかね <laughs> これは私でございますね。これは、これはいつ頃の写真で、まあ何をしてるかってピアノ弾いてる写ね、写真ですけども、うん、すごいですね。まずこの、茶髪を通り越して、もう。そうですね、金髪ですね。うん。これいつ頃のどんな写真なんですか はい。これはですね、あの、大学の時の、えー、写真でございましてですね、えー、ピアノ自体は、あの、もう本当に幼少期から、あの、まあ、ちょっと珍しいかもしれないんですけども、大学まで、あの、音大とかではないんですけども、ずっと続けておりましてですね。で、その時の、えー、まあ、自分で、あの、曲も選んで、えー、 まあ皆さんの前で弾くっていうですね、特、え、技、ー、の写真ですね。子供の頃からずっとピアノをされていて、またなんでこの髪まで染めて、うん、なんか反半、反抗期だったんですかね。あ事件に対するえっ、ーと,えー、とですね、これはあの、どちらかと言いますと、あのー、結構小さい時からですね、 えー、とにかくその生き抜く力といいますか、まあ、自分の力で生きていきたいなという気持ちはすごいもともと強くありまして、その中で、えーまあ、アーティストであったりとか、あの作家であったりとかですね、あのクリエイターですね、まあ、あのそういうもののやはり自分の才能を生かして、えー、生きている方々に対する憧れというのはすごい強く。 あの元々持っていましたでその中で、まあ、自分があの、まあ、高校まではですねどちらかと言いますと、あのまあ、普通に勉強ももちろんですし、まあ、あのスポーツも通して、えーあのまあ、あの頑張ってたというのはあるんですけれども、まあ、大学になってある意味自由になってきまして、あとは、えー、当然、大学を卒業したら、あの今度はあの働く、要するに職業として何をやるかという話にもなってはきますので。 えーまあ、そういう中で、もともとピアノもあのずっとやっていたというところもありますので、まあ、クリエイターといえばですね、まあ、すごい、あの、ちょっと短絡的かもしれないですけど、あの、髪の毛は、黒よりは、金髪とかですね、あの、そういう、あの、ちょっとやっぱ個性的な方が、あの、良いの、良いのかなという勝手なイメージでですね、うん、なので、えっ、ー、と、髪の毛でも、あの、要するにまあ、アーティストとしてといいますか、そういう形で、えっ、ー、と、金色にして、 弾いたり、あとはあのー、そうですね、まあ、映像を作ったりとかですね、さまざ、あ、まな、あのー、自分が何に合ってるのかということをとにかく探求していた時の写真になりますね。なるほどねまあ、そういう意味じゃ、とんがってた若い頃ろの、まあ、写真ということなんでしょうね。うん、今もまあまあ、ねあのー、ソフトモヒカンでとんがってますけどね。 ヘアスね、そうですねあ。ちょっとまた違った形でともってる感じですか。<laughs> まあでもね、<laughs> そういうね、クリエイティブなあ仕事に憧れていた、あるいはアーティスティックなあことにずっと取り組んでいた小山さんが、うん、経営コンサルタントとして、まあ一見ちょっと無関係なようにも見えるんだけれども、そのあたりはどうなんですかね、今の仕事と、なんかつながりはあるんですかね。<laughs> そうですね。あの、そこはもう完全につながっておりましてですね。あの、結局今やっているウェブ戦略コンサルタントという仕事もですね、まあ、ある意味、あの、この時、や、えっ、ー、と、関わってたようなクリエイターの方々であったりとか、まあ、あの、まあ、ものにてアートの力もそうですし、えー、それを、まあ、ウェブという、あの、ものに落とし込んで、 やっているというところは、あの、まあ、ある意味同じだったりはしますので、あの、結局、そうですね、あの、まあ、自分の、あの、そうですね、まあ、作家であったりとかあの、自分自身がクリエイトするわけではなかったりするんですけれども、まあ、ある意味、まあ、経営者のですね、えー、右腕、えー、片腕というところで、あの、一緒にあるべき像を一緒に作っていくというところだと、 うん、あ,のある意味似たような仕事を今でもやっているのかなというふうにあのはい、思っておりますねちなみにこれは何を弾いてるところなんですかね、今日ののこれはですねあの、ショパンのですね、うん、あの幻想即興曲という、ですね結構難しい曲なんですけれども、それを弾いている時の写真ですかね。もうじゃクラシックですね、ずっとクラシックやってたわけですね。そうですねあのーうん でまあ、クラシックをやっていきながら、あのーまあ、もちろんド,ドビッシーとかもですね、まあ、サティとか、まあ、あの辺も、まあ、クラシックはクラシックかなと思いますけど、まあ、比較的、あのー、新しいものもあったりとか、うん、あとはまあそれこそ、あのーうん、大学に入ってからはあの坂本1一のピアノ曲とかですね、うん、そういうのも、はい、かなりあのたくさん弾いたりはしては、うん、おりましたね。ねはい 坂本隆一さんもね、ドビュッシー大好きなんですよね。ええー、そうなんですね。うん、多分何かの雑誌で読みましたけど。はい。確か1番か2番目ぐらい、もうすごく大好きっていうのを読んだことがありますよ。すごいですね。あ、それはなんかちょっと聞いてて、すごいあれですね。生通じるのもあるかもしれない、ね。そうですね、そうですね。いや、すごいちょっと嬉しいですね。<laughs> はい。じゃあどうもありがとうございました。じゃあ写真の方は元に戻します。 はい、いや今のね、小山さんのこの生真面目な、ま、眼鏡をこうちょいちょい直す、<laughs> いつもスーツでね、真夏でも必ずネクタイ、ねねえー、ジャケットを、脱ぐことないでしょ、真夏でも。まあそうですね、あのなんかもうあの、ユニフォームというか、あのうん、炎天下でも必ず、ねまあはい、ネクタイして、 そうですね、えー。ジャケット着て、ね、走り回ってる。まあ、そんな、あのー、小山さんからは想像もつかないような、まあ、インパクトのある一、まあ、枚の写真を見せてい,いましたけれども。そしたらですね、えーまああ、今後のお話を少し聞きたいんですけれども、これから小山さんが、えー、考えている うー展望とかね、目標とか、野望でもいいんですけども、何、うん、かそういうものがあれば、ちょっと聞かせてほしいんですけども。はい、えー、そうですねあの、これはですね、やはりあの、まずは日本の、えー、中小企業ですね、まああの、特に経営者の方になるかなと思うんですけども、まあ、そこを元気にしてですね、いければよいかなと。まあ、ウェブを通してというところには。 あるんですけれども、あのまあ、それだけ言いますと、ちょっとあのなんでそんなことっていうのはあるかなと思うんですが、やはりあのサラリーマンの時に、経営のコンサルティング会社で働いてたときに、あのまあ、特にあの倒産処理もそうですし、事業再生とかをやっていた経験からですね、あのまあ、会社を作ったりとかそういう時はあは、皆さん、あの当然、 明るく生き生きしてたりもしますけれども、やはりあの、なかなか厳しい局面になってくると、あのまあ、経営者の顔色も優れなかったりとかで、当然そういうのは従業員にもすぐ伝わりますしで、周りの取引先との問題も起きたりとかもしますので、まあ、結局、やはりあの経営がうまくいかないで、経営者が元気がなくなっていくと、あの会社が倒産するというのは当然苦痛にありますし、えー、そうすると周りの取引先にも、 まあ迷惑もかかりますし、まあ、本当にひどい状況まで行くと、家族、リ、え、サーさんみたいな話も、あのまあ、ドラマみたいな話も全然普通にあったりはしますので、やはりそこがしっかり行くで。この場合、経営者が元気であれば、まあ、会社も当然元気になりますし、そこで働いていらっしゃる従業員の方々も、まあ、元気で、えー、お取引先もあのみんなで元気になっていけるというのがありますので、まあ、そういう意味合いで、 そこをあのウェブを通してですね、このウェブを通してというのは、あの中小企業をやはり活用すべきですね理由というのはたくさんあ,のあったりはしますのであの、ウェブを通してそこを中小企業と経営者です、ね、をまず元気にしていければなというのが1つありますで、まあ。そこがしっかりできれば、あのやはり、まあ、これも異論があるところはないと思うんですけれども、 えー、経営者の方々ですと、やはり今、日本と、えー、海外との、えー、国力の差っていうのがすごく感じる部分も、まあ、多い方々も多いかなと思うんですけれども、やはりそこをですね、えー、ウェブという力を,を使って、ですね、えーまあ、日本がいつの間にかですねあの諸外国に、えー、遅れを取ってきているというのもあったりはしますので。あのー まあ経営者を元気にして、次の世代に、ですねより元気な日本を残していけると良いのかなと、まあ、それはまあ野望と言いますか、希望と言いますかね、まあ、そこもえとやっていけると良いかなというふうに思っています、うん、まあね、あのー、企業の99%は中小零細企業って言われてますからね、日本を中小企業から元気にするというのがまあ小山さんのテーマであり。 なおかつ、まあ、今、この本当に円安、原油高、いろんなあの国際的にも日本の国力が、うん、経済面で特にあの落ちてきているのは間違いないので、でねうん、やっぱりここで踏ん張らないといけない、中小企業を踏ん張らないといけない、うんえー、そこに、小山さんの、うん、役割があるということですね。 がまああのまあ、生きている意味にもつながってくるかなとは思います、ね、あのお客さんというのは別に全国エリア的なあの何か限定みたいなのあるんですかね、うん、そうですねあの、やはり新型コロナになる前はです、ね、でこれ、打ち合わせを基本として進めていくというのがあったりしますので、えー、東京をはじめと1都3県。 えー、がほぼではあったんですけれども、まあ、これはあのいいか悪いか置いておきまして、まあ、新型コロナが流行った後はあのは、ー、本当に北北海道ですね、えー、南は今のところは、えー、と熊本ですかね、まあ、日本全国、あの新潟のお仕事などもやらせていただいたりしますので、あのー、エリアは今は関係なくやらせていただける状況です、ね、なるほどじゃあオンラインを通じて、まあ、いろんなコミュニケーションを取りながらということなんですよね。そうですね わかりましたじゃあ、これからの活躍楽しみにしております。えー、本の方もね、えーえー、ね話題になるといいですね、こちらもね。はい。はい、ありがとうございます。<laughs> はいじゃあ、次はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい